携帯スタンドにつけてないけど。大チョコピマルさん、パイの実さん、白鳥さん、うん、ハッシーさん、テツさん、ありがとう。話し会かなり枚数取れてて嬉しい。本当？ありがとうございます、皆さん。ガチ感がある。あ、一緒にいるみたいな感じってこと？そう、これは新しい iPhone。やっぱ12プロだからさ、いいんよ。価値観ね。価値観か。コータンさん、としひろさん、ありがとう。デブニアさん、ありがとう。こんばんは。目と鼻と口と顔が好き。本当。幸せな気持ちになった。かわよかわよ。皆さん、ぜひお話し会でお話ししましょう。今日も量多い。ほんと声もいつもより近く聞こえる気がする。マジなんでだろう。オキポがみつきちゃんと呼んでみた。そうだよ。帰る前は携帯は iPhone8 使ってました。最近みちがしてる巻いてる髪がちで似合って、今日してないよ。でもあれでしょ、昨日でしょ。昨日はメイクさんがしてくださいましたからね。 MK さん、ありがとう。うん、あんまりこの上着着ない。てかちっちゃいんですよね、上着にしては。私でっかい上着が好きだからさ。でも今日はね、このほら、じゃーん、ジェスト、ゼロストロークロックフェスティバル、通称ゼスト。そう、これが着たくて着たくてさ、着てた。なんか長丁場のお仕事の時、今日はね、どうかのリハーサルをしてきたんですけど、そういう時はね、アウチアウチ、セーフセーフ。ジュンちゃん、ありがとう。 MK さん、ありがとう。そう、あのね、長丁場のお仕事の時は、気合が入る服を着た方が気合が入るんですよ。そう、だから今日はゼストを選びました。ピンクも持ってるんだけど、ピンクも持ってますよ。ピンクも持ってるんですけど、ピンクはなくて、ね、着る勇気が起きない。皆さんに勧めて、皆さんはあのね、リアニメーションの舞台の時に客席でね、来てくれてたけど、ちょっと私はまだ着る勇気が出ない。ごめん、勧めたのにね。でも皆さんがあそこの舞台でピンクの服を着てくれたことはすごく嬉しかったし、すごく目立ってたんですよ、ピンクを着てる方々。だから、あの人は私を見に来てくれたんだなって、すごい感じることができて幸せでしたよ。おやすみメルの巻き髪好きすぎた。私も好き、あの髪型。メイクさんが上手だからね、よく見えるんですよ。自分ではできないんだよね。難しいよね。僕のニャイキの大きい上着。ニャイキって猫のやつ。キルスさん、テツさん、ありがとう。黒い服って気合入る気がする。わかるかも。結婚したい。本当？でも私
今期25年遅れてるから。いや、ピンク買った気持ち。明日じゃあピンク着るし、明日着るもん。電車に忘れてきたもん。マジ？明日、いや待って、明日は着るって言っちゃった。明日は違うわ。明日はね、あんま着ても着てもいいっていうか、はい、うずりました。なんかこっちめっちゃ光る。黒い服じゃけんだ。こっちがいいわ。画質が落ちた。あ、でもね、多分回復すると思うよ、後からね。はい、そうだよ私。てつさん、ギルスさん、こうさん、いまむーさん、えむけんさん、こうたんさん、としひろさん、ゆきさん、ありがとう。スマホ変えた。明日俺誕生日だからピンク。どういうことやねん。ちけえ、ほんと絶対結婚しよう。今日からガチ恋、今日からガチ恋か。こんばんは。今日はね、メイクしてないから。ダメ、メイクすればよかった。最近ずっとしてたから。あ、朝はしてないけど。朝はもうみんな覚えてないでしょ。朝の記憶は、気を抜いた時が可愛いよねって言ったら怒られそう。なんで？逆に嬉しい。シックス、無事に何部か忘れられました。よろしく。ありがとう。ぜひ来てください。お話し会、お話しましょう。皆さん、朝配信やめよう。まあでもうちのルーティンになってるからね。村勝オンリーユーさん、ありがとう。こんばんは。ピンクのベスト似合うかな。どうでしょう。いつ結婚できる世界線とか。女の子でしょあなた。じゃあ一緒に海外に飛ぼうか。メイクしなくても十分素敵ですよ。そうですかね。うん、ありがとうございます。朝まだ目が覚めきってないから大丈夫でしょ。そう、みんなも覚えてないんだよ。あ、口の間だけ、あ、唇は塗った。あとまつげあげてたけど、まつげあげてたけど今日の9時ぐらいに上げたからもう下がってるわ。これだけなってる今日。ヤナさん、レブニャさん、ありがとう。平日ついかないかな。ねえ、平日ね。みち、お姉ちゃんに欲しい。本当？うん、スピナーが素敵。え、男の子の僕が結婚できる可能性あることですか。怖く、いや勝手に怖くすんな。尾崎上島のカズさん、石山新さん、ありがとう。そう、ジル。でもこれもう多分5年前ぐらいから持ってるから。お姉ちゃんなれる自信ないな。こんばんは。止まった。結構前のやつ。そうなんだ。あまりね、さ、私ジル・スチュワートにね、ジル・スチュワートさんにそんなに興味がなかったんですけど、でも最近めっちゃなんかジル・スチュワートが好きになって。そう、
最近は逆になんかジル・スチュアートさんいいなって。ラグタイムス、ラグタイムさん、ラグタイムさん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ、ラグタイムさんおめでとう、おめでとうございます。パンパカパン、おめでとう。スランプくんさんありがとう。みちゅって結婚願望あるのどうですかね、どう思う。男子もエッセンシャルオイル必要かな。え、わかんないですけど、男性の方のあれは。でも私は今日つけてます。電球みたいな濃いリップって持ってますか。え、持ってる持ってる。あの色好きでした。嬉しい涙ありがとうございます。皆様優しすぎ、イエーイ、おめでとう。香水はどこのブランドを使ってるの。え、いっぱい持ってる。あ、ごめん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 、見えてなかった。ヘイネ、ヘイネケンさん、ヘイネケンさん、ヘイネケンさん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ、ヘイネケンさんおめでとう。いいいいいい、おめでヘイネケンさんです。すみません、見落としておりました。ピエンです、ごめんね。ヘイネケンさんごめん、本当にお誕生日にそんな気持ちにさせちゃって、めっちゃ祝ってる今私の心の中。ハイネケンなんですか。あ、ハイネケンさんありがとう、本当におめでとう。ハイネケンさんもう、あ、そうなん、ドイツ語なんですね、知らなかった。ドイツビール、あ、本当、ちょっとビールはそこまでまだ詳しくなくて。あー、すごくすごくすごく心から今お祝いしてます。ヘイネケンさん、ラグタイムさん、おめでとう。間違えた、ハイネケンさん。あー難しいね。こんばんは、福袋は買ってません。ブルーさんありがとう。どっちでもいいんかい。一つ賢くなりました。今度飲んであげて。今度飲んであげて。いやー、いいんですか、全然飲むけど。海外サッカー見てないな。見てない、今日見たら行ってきました。どうでした、スカパラダさんありがとう。面白い、飲まれたいです。飲まれたい、あーすごいな。スランピオさんありがとう。焼酎は飲んだことないよ、多分あるのかな。お話し会の服教えてくれるたり、お話し会の服教えてくれるやつする予定あったりする。でもした方がいいって言ってたもんね。しましょう。逆にどんな服が見たいとかさ、どういう格好してほしいとかさ、ハッシュタグ村だよりで教えてください。それを踏まえて明日のじゃあ11時までぐらいに作ろうかな。お酒に飲まれないようにね、大丈夫だよ、そんな女じゃないから。本当にね、うん、
変わらんからね、飲んでも別にって感じ。今ちょっと今はちょっと覚えれんけ、後で教えた後で。最近寝るときはこれをつけてます、ジルの。これはね、お天気お姉さんの最後の日に河野さんがくださったんですよ。本当に河野さんはもう素晴らしく素敵な方だから、私河野さんみたいな大人の女性になりたいって思いました。そう、本担当私に最後お疲れ様、3年間お疲れ様って。そう、アナウンサーの TSS の河野さん、本当にもうね感動した。その時ていうか、私の周りは素敵な方で溢れてるんですよね。そう、本当に優しい。お天気お姉さん3年間さ、いや、お天気お姉さんっていうか、1年目はカープっ子、あのカープの試合振り返るやつやってて、2年目はあのお天気中継でいろんなところからお天気をお伝えする中継をしてて、3年目はそうでね、このスタジオからお天気をお伝えするやつやってました。だからお天気お姉さんで言えば2年間、中継とスタジオ合わせて2年間なんですけど、カープこうやってたから計3年って感じ。カープこうテレビきっかけで握手会行くようになりました。そうなんだ、ありがとうございます。本当にオンライン話し会お待ちしております。すごいですね、見てみたかったです。そう、広島だけなのでね、放送がね、生放送でね、夕方だったからさ、なかなかね他県の方に見ていただく機会とかもなかったし、見れる方も限られてたのでね、ファンの方、応援してくださってる方でもあんまり見たことない方もいそう。懐かしいな、終わるのめっちゃ寂しかった。それもいつも行ってた TSS にも金曜日行かなくなるんだっていう悲しみがあったな。そうそう、武藤トムさんみたいに気象予報士狙う。トムさんってすごいですよね、大学もう両立させながらあんなにご活躍されててすごいなっていつも。スカパラダさん、アキアさん、キョウちゃんさん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。広島に住みたいと切実に思ってた。日程が先だなって思ってると急に話題できるから難しい。ああ、お話し会ね、もっと監視枠を増やせるように私も頑張ります。アラーム的なのなってる。私なんかお父さんがね多分エクササイズしてる気がする。あっ、 TikTok 危ない待って、よく思い出したね今自分。え、なんで思い出したんだろう、すごい。なんかあ、すべきことがあるって思ったんですよ。めっちゃなんかもう全然気合入れてないって言ったらあれだけど、ちょっと合間に撮りましたよみたいなやつしかない。他にもあるんだけどちょっと今日はそれでいいかな。危ねえ、危な、惜しい。
あれも書かなきゃ、ブログ。本当に危ない。最近よくこういうことある。あ、さっきまで覚えてたのにって。もうちょっとマネージャーさんの許可いっか。そう、変なことはねしてないからね。マネージャーさんの許可なくてもね、いつもいけるんですよね。ね、この感じ。どこにしようかな。直せました。あぶなー。よかった、うちの携帯に映してて。本当にもうちょっとね、踊ったりした方がいいよね、スタジオだからさ。セーフ。見ててメールが消えて引っかかったこととかあるの？あるある。時間とか STU のおじちゃんもギリギリに申し込んだけ。あ、そうですね、最終日だったかな。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙の涙が警戒する。見るの早くない？みんなすごいね。明日は、明日の配信は8時45とかかもしれない。音ってない夜を知らない。好き。あ、仕事納めでした。皆さんお疲れ様です。私は明日が仕事納めですね。まあ別に仕事が収まったからといって何かすることもないんですけどね。そうなんです、することないからしね。それならもうね、お仕事してたい、動いてたいって思うんだよね。まあ配信しますわ。うん、じゃあみんなと一緒に喋とこ、配信をしてね。なので皆さんまた見に来てください。そうなんや、実家帰らんよ、実家だからずっと。そうなんす。それでは皆さん、お話しかお待ちしております。ちょっとお洋服考えいくわ。村だよりしてくださいね。13位セリアさん、12位ウルスさん、11位オフさん、10位スノッチさん、9位エムケンさん、8位アモズさん、7位ブルーさん、6位ダダダムドさん、5位ギルさん、4位コータンさん、3位コウさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はドゥルルルンジャン、ゆうきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンジャン、イシケンマジンさん、ありがとう。リハ頑張ってありがとうございます。明日も頑張ります。がリハ重ねるたびに楽しみがどんどん増していくから、武道館ってすごいよね。頑張るよ。ありがとうね、楽しみにしててください。ふふうん。それでは今日も一日お疲れでした。お疲れした。ありがとう。バイチャップ、おやすみちゅー。また明日。